教えて、信長さん。日本は公務員が多すぎます。公務員の給与に俺の税金が使われていると思うとムカつきます。公務員を減らして浮いた税金を減税に回せば景気は良くなると思います。そうか。お前に例え話をしてやろう。わしの盟友徳川家康が開いた江戸には、18世紀には100万の人口がいて、半分の50万は武士、残りの半分は町民だったそうじゃ。ところが江戸には当初、大阪や京都のような産業はない。ただ消費だけしている都市じゃ。そんな都市がどうして100万の人口を抱えきれたと思う？答えは50万の武士の消費じゃ。武士が幕府から俸禄をもらって消費し、その50万の需要で残りの50万の町民に仕事が生まれたのじゃ。太平の世では役に立たん武士じゃが、もし、この50万の武士をクビにしたら、残りの50万の町民も失業する。お前が恨んでいる公務員を減らすと、公務員が消費に回すお金が減って、結果、景気が悪くなり、お前の給料が減るのだが、それでもいいのか？